お久しぶり。起きてください。大型アップでダンスオブドラゴンズの時間です。トレーダーが公開されましたので、そう遠くないうちに行きますよ。今回急ぎで作ったので雑なところあるかもしれませんが、ざっと早食い気味に内容を見ていきましょう。早速実装される機体の中でも注目を浴びているものから触れるなら、まず外せないのは J10。 一瞬ユーロファイターのようにも見えましたが、 PL12-8 といったミサイルを搭載可能な機体として実装されるようです。リークリストにもいましたね。今回のアップデートは中国釣りに新要素が多く盛り込まれたものみたいです。中国釣りメインの方々は良かったですね。次の機体を話すなら、7ヶ月前の動画で騒いでいた私を知っている方もいるかもしれません。くたまらん手記。A10A が実装されてからどれほどまたなのくれないと騒ぐ。暴れるぞ。 A10 大好きだからと。ついに実装です。私がどれだけこの日を待っていたことか。長いこと待たせてくれたな。まん丸ボディに特徴的なブルーッてに誘導爆弾なども搭載できる上、やっと待ちに待った HMD Helmet Mounted Display。 でもトレーラーを見る感じターゲティングポットはついていなさそうなので、果たして上空から見にくい地上をそのままで見る羽目になるのか、それともズームなのがあって楽々探し出せるようになるのか。もしターゲティングポットがなかったら騒ぐぞ。だから頼む、ターゲティング。2分程度と短いトレーラーではありましたが、他にもまだまだあって、アメリカに A 型から改良された F111 アドバーク、おそらく C か F が映っているのと、見た目結構似ていますが、ロシアに同じく可変翼を採用したスホイ24M、中国釣りには部隊兵器でパキスタン空軍仕様の JF17、私は初めて見ましたが、ドイツにはスイスから 30mm 機関砲を持つ P16、 そして日本には CTWB が実装されるそうです。まだ全部の開発ブログが出揃っているわけではなく、トレーラーだけの状態なので今後詳しいことが少しずつ分かってくると思います。ま、トレーラーが出たってことは明日とかにデブサーバーとか何か開くんじゃないかなって思ってますが、サーバーが開いたら真っ先に配信するので、よければ来てお願い。誰もいないと寂しいから助けると思ってな。挨拶だけでもいいんだ、頼む。この通り。そしてこのような新しい機体発表ドラ発表があると気になるのは、この他に何がいるのか気になりますね。実は興味深いことに、これらの新しい機体は今のところリークリストに載っていたものと一致していまして、なんとそこにはドイツツリーに F18C の記述があります。もしかしたら延期になってしまうかもと注意書きはありましたが、これは見ている限りもしかしたらなんてちょっと思ってしまいますね。ちょっとこれはトレーラーから外れてしまいますが、台本書いている時に公式の X で新しい日本クルーボイスがどうとかの投稿を見かけました。詳しく話すと脱線していくので詳細は伏せますが、特設サイトみたいなのがありましたので、リンクを概要欄に置いておきます。本当に雑で上っ面な部分しか組んでないような感じもしますが、詳しいことは今後の開発ブログ、そしてデブ配信で判明すると思います。先ほどもちょっと触れましたが、早ければ明日デブサーバーか配信があるかもみたいな話を聞いているので、デブサーバーが開くのなら真っ先に配信の予定です。よければ来てくれないと。あ、いえ、何でもありません、気にしないでください。ではまた。